まあ、要はロシアの女と結婚してみたいなとか付き合ってみたいなとかいう層もいたりするわけやん。いやなんか核ね、ちょっとロシアにね行って国際結婚しようかなとか、うん、もうね悪いことは言わへん、やめといた方がいい、やめといた方がいいいやもちろん全ての女性がそうだとは言わへん。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、イロシキーズです。今日はね、まあ私たちの過去の動画で一番の問題作が、そうね、あるよね、もうあれしかないでしょう。問題作といえば何？シア女と付き合うな。そう、あれがねロシアのそのイロシキーズの動画でかなりバズって再生数も多かったんやけども、まあ私たちが ねロシアに行っていろいろ経験した感想を大げさにコメディチックに語ったものだったんだけども、そう、ね、多分ちょっとやっぱ日本の方にかなり衝撃を与えたというか、まあ、ロシア美女ってそんなんなんて思わせてしまったところがあるので、DM も結構来たね。そうそうそう、でそれが本当なんですか、それともコメディなんですかみたいな質問すごい未だにあるわけよ、ね、なので今回はねちょっと実際に、うん、まあ、ロシアと関わりのある方たち、まあ、具体的には公益社団法人日本青年会議所の主催をしている、25年前から主催をしているロシアと日本の大学生の交流事業ですね、これに過去に参加されたロシアと日本の学生の方ですね、お呼びをしてちょっと実際のところどうなんっていうのを聞いていこうと。それはすごい楽しみだ。そう、何が聞けるのね。いやまあまあ私たちもねやっぱ個人的にたか何体験したことやから、そう、ね、あとやっぱお母さんの時代も話したり、そう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 、で実際やっぱ今の若者ってもう全然違ったりするわけよ。私たちなんかもう若者、違いよ、もう私たち若者じゃないし、なんだよババアジジイ、もうババアジジイよ、もうほとんどやめてよ若い子たちのリアルな今のロシアの実情、まあ、ただ皆さんそれも個人個人の意見なので、まあ、あくまで代表の意見じゃないけどねを聞いていこうかなと思っております。皆さんこんにちは。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 そりゃそうよ、照れるよねこんな急にね、急にね。大輝さん今は大学生ですか？そうですね、福岡の大学に通っています。エヴァさん。はい、こんにちは。なんかこうゲームとかアニメとかそういうのが興味あったりしたんですか？確かにアニメには興味が深いです。興味があった。クリスティーナさん。こんにちは。こんにちは。いい人そう。すごくかわいい感じ、ね、クリスティーナさんはどこで育った方ですか？はい、私はあのサンクトペテルブルク出身。サンクトペテルブルク。では早速このメンバーで進めていきたいと思います。本当のことを聞いていきたいと思うのでよろしくお願いしますでは、お願いします。 VTR をご覧ください。ロシア行くときにいつももうついていけへんな、あのレディーファーストの下り。あ、もう当たり前のことや、そんなレディーファーストとかもそんなどこでもいつでも、もう車のドアを開けないと乗ってこない。もう待ってんだよ、こうやって。そう、こうやって待って。何なかなか乗ってこへんなと思って、どうしたのって聞くとドアが開かないまあ、自分の感覚では日本と比べて、これはねもちろん僕はね大げさやなと改めて自分で言って、まあ、俺は経験したけど大げさやなと思うんやけど、やっぱりねレディーファーストはロシアの方が圧倒的になんかされるなと思うのよ。レディーファーストは結構求める女性は多いかなっていう。いや女性というよりも個人的感覚だと男がもうねやりよるね。どうですかエヴァさん。いや本当は差別を認めたくないけどあ確かにロシアの文化に大事な部分になったのは事実だと思います。こういうレディーファーストとはあるんですね、やっぱり。もうすごいのよ。日本だとね多分あんまりないんですよ。
なんだろう、逆にそのなんか男性がレディーファーストすると気持ち悪がる女性がいたりする、そう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 、えセクハラみたいになっちゃうパターンもあって、あんまりそれが根付いてないんだけども、じゃあ地下鉄にも席を譲ったりしませんか。じゃあ地下鉄にも席を譲ったりしませんか。女性だからと譲ることはないですね。お年寄りとか、あと妊婦の方とか、うん、どう、うん、じゃあロシアでは電車で女性が立ってたらやっぱ男性が譲ってくれるんですか。いやそれはもちろん、じゃあ無理やりにさせられませんが、うん、確かに譲ってくれる男性が多いですね。多いんだ、うん、でもそれは知らなかった。そうなのよ、だから電車でもう座ら、女性でいるだけで座れる確率はアップするというね、いい文化だと思いますか、それとも、いや平等にしていった方がいいと思いますか。最近はですね、若い世代ではそれ嫌がってる人が多くなりましたね。あ、嫌がる、女の人が嫌がるの。そうですね。それはなんでなんですか。ドアを開けても歩かない人が結構通らないと思いますが、はい、そうですね。これはなんでですか。女だからってこうバカにするなよ。そうですね。そういうフェミニズム的な。あと席を譲っても座らない人もいますよね。あ、そうなんだ。大変やね。だから男の人今この狭間やと。どうしたらいいか分かんない。どっちがいいんやろってなっちゃうからね。ね、そっか。ですから若い世代とソ連時代で生まれた人ハズレがありますね。あ、その感覚がだいぶ違う。やっぱソ連時代の時の人の方がそのレディファースト文化みたいなのは強いですか。まとめてますね。クリスティーナさんは席どうですか。譲られたら座りますか。イケメンだったら座ります。イケメンだったら座ります。あ、イケメンだったら本音じゃねえかよ。冗談ですよ、冗談です。あんたも絶対そうや。そりゃそうよ。ダキさん、そもそも女性のためにこうレディファースト的な、例えば車の扉を開けたとかそういうのってやったことありますか今まで。多分自分は日本の中でもレディファーストが一番できてないような存在で、なんかこう男性もこう女性も平等だからなんでレディファーストしなきゃいけないんだと思ってるこう分際なんですよね。分際。そういう人なんですけど。いや分かるよ大地さん、分かる。いや、まあ、私もそっちの分際なんですよ割と。どうでもいい普通のデートでも、もう必ず花束がないとダメなんだよ。エマさん、花束を女性にあげることについてどう思いますか。うん、はっきり言うと邪魔だと思います。邪魔か。まあそうやんな。だって大きかったりとかしたらさ、なんか男が持てばいいっていう考えなんかあった。いやいやいや、今まで持ってくる男性は多かったですか。はい、多かったんだ。多かったですが、あとはデートの時に何をしたいかによって違うと思います。例えばじゃあ自転車とかを乗ったらもちろん邪魔になりますよね。そしてじゃあ公園の散歩の時も、それでもじゃあ映画館をちょっと想像してみてください。それは、はい、大変でしょう。確かに、うん、確かに、はい、それで不便ですから。どんなデートが多いんですか実際は。普通は多分公園の散歩とか、あとはじゃあ映画館に行くこととか、じゃあ喫茶店やじゃあレストランに行くことですね。じゃあレストランでしたら花束を持って行っても大丈夫です。普通はこういう習慣がありますから、レストランには特別な花瓶とかがあって、そしてじゃあこの花束が枯れないように。うん、します。あ、レストランでは中にあるの、それをもらった花束を置く場所が。そうです、あります。すごいね。すごい、それはないね日本には。そこまでもうなんか花束もらう文化ってことだよ。ないよ、ね。じゃあエヴァさんはそのデートしてるときに花束を持ってこない男性のことはイメージはなんか悪くなったりしないですか。大丈夫。うん、全然しません。大丈夫です。あ、持ってこなくても全然いいよっていう感じ。はい、逆にいいかもしれません。あ、逆に花束を
ない方がいいんや。じゃあクリスティーナさんは。そうですね、持ってこない男子の方が多いかな。おあ、これはモスクワサンクトペテルブルクでの経験ですか。はい、サンクトペテルブルク。サンクトペテルブルクで経験ですね。経験で、そうですね、でも大体ロシア人はデートとして散歩に行きますよね、うんうん、で、邪魔じゃないですか。あー、花束に邪魔。邪魔説が出てきたか。いけないですね。そっかそっか。ロシア人散歩好きだな。大輝さん。はい。なんか普段こう周りの子とかで日本人で花束をこう男の子がデートで持っていくので見たことあります？いや、それはないですね。一回もないかもしれない。ないよね、はい、普通はありえないと思います。なあ、石田純一ぐらいやね、そんなんできるの。なんでそうやろ、石田純一しかできひんよそんなの。あ、彼だけが許されるから。花束持っていく男ってなんかどんなイメージあります？いや、多分なんか相当自分に自信がないと持っていけないんじゃないかなと思います。わかるわ。クリスティナさん、じゃあ今の若い人はお二人ともね、お花束別になくて私は構わないよ、邪魔だしっていう意見だったんだけど、最近のロシアの女の子は一般的にはそういう子が多いんですか？いらないよっていう人が多いですか？それともやっぱり、いや私は欲しいなっていう子が多いですか？花束を求めてる人は人の方が多いかな、まだまだですね。あ、やっぱ多いんだ。エヴァさん、はい、どうですか、若い子は、若い女の子、周りの女の子は花束求める子が多いですか、それと求めない子が多いですか？今の若者だと求めない方が多いと思いますね。私の友達を見るとなんか、うん、男子にありがとうと言ってもその後は私に文句を言いますよね。じゃあどうして彼氏が、じゃあ私にはちょっと不便だと考えてくれなかったのと、邪魔やんかって、その場ではありがとうって言うけど裏ではそうです、ちょっと邪魔だったわみたいな、はい、いや もちろんはっきり邪魔と言いませんよね。すごいな、なんかもうレディファーストしてほしい人がいるところもあれば、してほしくない花束欲しい人もいれば邪魔よってなるって。だから男性がなんか大変そう。この女性はどっちなんだっていう、花束持ってきていいのかダメなのか、レディファーストするのかしないのかって。だから結局イケメンがやるかどうかってことでしょうよ。あ、じゃあイケメンだったらもう何をしても許される。そうよ、イケメンだったら何だっていいんだよ。そうなんですか。そうよ、そりゃそうやんね。そうですね。まあ今回ね、いろいろ話を聞いて、うん、まあ意外とそのままやなっていうところもあれば、やっぱ若い子だとちょっと花束のところがやっぱ邪魔だからいらないっていう子が増えてきたとか、そういうのもあって、まあちょっと面白いなと思ったんやけど、ちょっと皆さんに最後にね一つ聞きたいことがあって、まあ日本は割とまあこれまでのなんだろう、社会の仕組み上をあんまりこうレディーファーストだったりとか、こう女性に対してこうバーッとするようなことはあんまりない中で、割とまあ男女平等な感じの社会がすごく多くて、でそういうなところで育ってる男性の方がね、やっぱりロシアの白人美女と付き合いたいわみたいなことよく言うんですよ、ね、日本人は。で自分が言いたかったのは、その日本の文化のままロシアに行ってロシアの女性と付き合ったら、やっぱり衝突する、ちょっと考え方文化の生い立ちが違うから意外と衝突することもあるでっていうことは、あの動画で投げかけたかったんですよ、うん、エヴァさんどう思います？日本の男性とロシアの女性は合うと思いますか、付き合うにあたって？それともやっぱりちょっとお互い頑張らんと難しいと思いますか？いや、もちろん頑張らんと難しいと思います。でもそれはなんか日露関係だけではなくて、うん、もちろんただ文化が違って、そして、はい、うん、なんか好きなものも違って、そしてロシアには確かにこの家父長制こういう制度がありますが、確かに女性はこの国際女性費とかを見るとちょっとだけ上かもしれませんね、うん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 、
多分平等にした方がいいかもしれませんが、こういう文化ですから、うん、確かに日本人の男性にとってはちょっと難しいかもしれません。なるほど、それに慣れるのは。そうかそうか、やっぱり頑張らんと、まあ、舐めんなよってことよ。舐めんなよって。いや、そう、簡単、たやすくね、ロシア美女だからと言ってね、簡単に落とせると思うなよっていうことよ。そうなの、言い過ぎ、言い過ぎ、そうなの、なことないよ。まあでも多少は忘れ必要もあるなっていうことなんでしょ。比較的こう合いやすいと思いました、それともちょっとやっぱりちょっとやっぱり違うなと思いました。なんか僕がロシア人と交流してちょっと一番こう違うなって感じたのが、うん、なんかロシア人はあんまりこう笑わないっていう文化だったんですよ、うん、でそれは全然悪い文化じゃなくて、なんかこうロシア人に聞いてみたら本当にこう嬉しい時とか、はい、幸せな時にしか笑わないっていうことを聞いたんですよ。なんでこういろいろ文化が違って、まあ、それを知らなかったらいろいろ壁乗り越えないと、壁ないといけない壁が多いと思うんですけど、多分この動画を見てくださってる方は多分ロシアにロシア人とこう付き合いたいみたいな思って見てくださってる方が多いと思うので、そういう文化の違いとかをなんかこの動画を見て学んでからこう付き合ったらこういろいろ、なんて言うんだろう、いろいろこういう問題があるからこうお互いにこう解決していこうみたいな風になってうまく付き合っていけるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は過去にロシアミッションに参加されていた学生さんにお話を聞いて、私たちのこれまで言ってきたことが正しいのか間違ってるのかというのをねちょっと聞いてみて、そう、そんな内容をお送りいたしました。はい、で概要欄に載せているロシアミッションチャンネルでも出ていますので、ぜひ見てください。やたらと下を見るな、下手くそなアナウンサーや。何何